モンダビワイナリーの入り口ロバート・モンダビはアメリカ合衆国のワイン生産者。技術革新と戦略的なマーケティング戦略でカリフォルニアワインを世界的に認知されるレベルに高めた大一人者である。ロバート・モンダビと表記されることも多い。ロバート・モンダビの両親はイタリアマルケ州からアメリカに移民し、ミネソタ州ヒビングに住んでいた。ロバートはミネソタ州で生まれたが、 禁酒法の時代に、父チェザーレがワインの仕入れ先としてカリフォルニアを訪れたことがきっかけで、その後、モンダビ家はカリフォルニア州、ローダイに転居した。父はシーモンダビアンド・サンズという果実放送及び輸送の会社を起こし、アメリカ東海岸向けにワイン用武道の出荷を行う。ロバートが1937年にスタンフォード大学経済経営学部を卒業し、 父と弟と共に、ナパバレーにて1861年に禁止法以前、最初の大規模ワイナリーの一つとして創業していた、チャールズ・クルーク・ワイナリーを購入した。1962年に、ヨーロッパ各地で、ワインの醸造法を視察に訪れ、それまでの自社のワインの品質やアメリカのワイン産業の未熟さに気づく。帰国後に、ヨーロッパの最高級ワインに肩を並べるような、 品質のワインを生産するために会社での生産方法を大幅に改良しようとしたが、家族からの反対で計画は頓挫する。その後1965年に独立し、1966年に自分のワイナリー、ロバート・モンダビ・ワイナリーをオークビルに創業し、ナッパバレーにて欧州ワインと被験するワイン作りを目指した。しかし、2004年に、 ロバート・モンダビワイナリーはコンステレーションブランズに13億6000万ドルで買収され、新経営人と対立したロバートは家族と共にワイナリーを去った。翌2005年に息子のティム、娘のマルシアと共にコンティニアムエステートを設立。2008年に94歳で死去。現在、ティムがコンティニアムエステートを引き、孫のカルロとダンテがレインを引いている。 カリフォルニアワインの新女王コンティニアムに注目 T ジャパン2019年8月13日同年8月17日閲覧ワイン会のプリンスが作る美しきピノノアール T ジャパン2017年6月7日2019年8月17日閲覧ありがとうございます